日本の釘釘とは、日本において朝廷に仕える、貴族、上級官人の総称。天皇に近似し、または御所に出資していた、主に三位以上の位階を世襲する家。釘の章の由来として、元来は天皇、または朝廷を指し、皇家、公家と呼んだ。鎌倉時代以降、源氏、平氏、藤原氏などの貴族のうちで、 武力で天皇に奉仕する幕府を武家と称するようになると、それに対比して儀式と文字を持って天皇に奉仕する宮廷貴族一般を公家と呼ぶようになった。平安時代末期頃から貴族社会において公業に上る家柄が限定されるようになり、藤原北家による設計の確立に伴って価格が固定化し、鎌倉時代前期頃までに公家社会が形成された。公家社会においては、 価格によって昇進できる感触が定まっていた。この当時、日本の社会格層で加算の相続を前提とする家制度の成立が進行しており、区下社会の形成も貴族層における家の成立として理解することができる。成立期の区下の経済的基盤は、荘園、公領に対する収支権であった。区下のうち上流貴族は荘園寄進を受けて、 本家として、荘園支配を行うことにより、また、中流貴族は、上流貴族や大事者から預かり所などに任命されて、荘園管理権を得ることにより、経済的基盤を築いていた。鎌倉時代を通じ、主に軍事警察権と、東国支配を担当する武家政権に相対して、政務一般と、西国支配を所掌する、公家政権が存在しており、 両政権が概ね協調連携しながら政務に当たっていた。ここにおいて、朝廷と幕府、あるいは公家と武家の間の交渉、公武関係もしくは懲罰関係が成立することになる。ただし、在地レベルでは、公家側の経済的支配権が現地の武士らに侵食されるケースが現れ始めていた。この傾向は時代に至って顕著となる。 室町時代の公家政権の権限は山城国に置かれた幕府及び各国の死後によって大きく犯されていき次第に有名無実化していったついには朝廷に出資しつつも将軍家に華麗として使える公家も現れさらには諸国の荘園に自ら下校して経営をする者も現れた江戸時代に入ると公家らは御所周辺に集められ公家社会は 幕府から保護を受けることとなったが、反面、天皇と公家を規制する禁中並公家諸法都が定められ、これにより、江戸時代の交部関係が規定された。公家社会は幕末まで温存された。近代に入り、明治維新を迎えると、東京テントにより公家社会は解体され、公家のほとんどは家族身分に移行した。同じ幕末には、朝廷権力の復活を背景に、 岩倉智もや三条、耳など、明治維新に功績を残したものを多数輩出した。大正時代を経て、家族制度は第二次世界大戦の終戦まで続いたが、1947年5月3日の日本国憲法施行に伴い、消滅した。戦後になる昭和中期後期から平成にかけて、区下文化が見直されるようになり、その伝統と会員間の交流のために作られた。 道場会の活動が見られる。公家は、広い意味では、証言が許された家である道場家と許されていない、地下家の二つに分けられるが、一般的に公家といえば、道場家を指す。証言が許された、道場家及び天井人を公家と呼ぶ習わしは、江戸時代まで継続している。また、古くからある家は、旧家、安土桃山時代以降に分家して新たに創設された家は、 神家と呼ばれた。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、公家の価格が固定化され、家柄によって昇進できる感触が限定された。この時期、以下の序列の通りの価格が形成された。石家聖画家大臣家は、林家名家半角家にはないないと、戸様の区別があり、ご所内の詰所も違った。家族への移行にあたっては、公家出身の家は、 学芸時代の価格と代々の人間状況で家族としての地位を取り決められた。主に石棺家や製画家の投資を公尺家、公尺家とし、それ以下の家においてはダイナゴーンを多く排出した家を白尺家、そうでない家を試尺家とした。また、地下家のうち家族となった家は全て断尺家へ移行している。ありがとうございます。